大祭に引き出されるだし、日立国総舎宮霊大祭は、茨城県石岡市で、毎年9月の敬老の日を含む、土、日、月に開催される祭事であり、川越氷川祭、沢原の大祭とともに、関東三大祭りの一つである。別名を、石岡のお祭りという。期限は8世紀頃に、仏家階級の分長級、五国法上を祈願し、それが、庶民に広まったと言われている。 現在では、祭りの3日間に約40万人の観光客が訪れ、出し12台、市32台が街中を練り歩き無病息災、交通安全等を願う祭りとなっている。明治30年9月9日、石岡市青木町の当領、小井戸彦五郎によって制作され、平成9年9月9日、栃木県石橋町新吉、小川正寺によって修復された。 大和寸法は4尺、屋根門は16菊家門である。なお天皇家の1680菊をつけたおみこしを所有している神社は全国的にも数少なく、日本に3社しかないと言われている。ささらとは、富田町の実の出し物で7度半の迎えを受けて出ると言われる最も格式高い出し物である。また、老子若子子、女子子とありそれぞれ角の有無等の違いで、 呼び名が違っている。狐の踊り石岡のお祭りで最も目を引くのが出しで、あるが、林は大太鼓とめ太鼓、笛と鐘で演奏される。石岡の出しは、少々独特であり、正面に踊り場、向かって、右に太鼓等の林方、踊り場右側に笛し、左側に鐘方が配置される。踊り場では、四丁を目人馬新馬鹿の三つの演目がある。林は、 石岡林と呼ばれ旧石岡町時代の周辺農村地域の祭り林が元となっている。現在石岡林と呼ばれている系統では大きく分けると二つありそれぞれ三村流、染谷流と呼ばれている。それほど違いはないが、三村流は新馬鹿や笛、金が入らない、三切りで区別が可能。三村流、染谷流ともに石岡林として、 県指定向け民族文化財に指定されている。祭礼での獅子石岡の獅子は独特で、獅子小屋にホロを被せ、そのホロの先に獅子頭をつけ、それを人がかむりながら舞い進む。重さは拡張にもよるが、約2 0ラムある。石岡のお祭りは年番制度のもと、取り行われる。年番制度とは、それぞれの町内が、毎年交代で祭礼を取り行う制度のことで、 現在では15町内は年番町となっている。すなわち15年で町内すべてが役割を務めることになる。年番町は祭礼を取り行う重要な役割の他に、その町内におかり殿が設営され、3日間の祭礼期間中、おみこしとも神霊が鎮座する。この制度は明治20年に始まった JR 常磐線石岡駅下車。 常磐自動車道千代大塩会インターチェンジから国道6号で約10分。臨時駐車場あり祭り期間中の3日間は、会場から遠い石岡市運動公園、たまり B&G 海洋センターにも臨時駐車場が設けられており、そこからは貸し鉄バスでの利用を推奨している。祭りの中日である放祝祭の日は、第 14SY ビルから茨城放送の IBS ふるさと放送局が放送される。2004年のハッピーマンデー制度施行前は9月14.156日、平成28年度石岡のお祭り交通期せず、祭り期間中の3日間は、石岡駅、小川駅間のバスが大幅に増便されるほか、小川駅から手前の東田中駅までの区間便も運行される。貸し鉄バスネットワークニュース第14号。 ありがとうございます。